新たに身元が判明したのは観光船「カズワンの船長豊田紀之さんです今月17日知床半島沖を捜索していたボランティアの男性が半島先端の敬吉湾から200メートルほど離れた入り江でうつ伏せで倒れている男性の遺体を発見しました警察が DNA 鑑定を行った結果行方不明となっていた豊田さんのものと一致したということです 観光船カズワンの事故で19人の死亡が確認されました依然乗客7人の行方が分かっていません